いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。この動画面白かったら高評価、グッドボタンと、そしてチャンネル登録をお願いします。今回蔵王温泉から東北一周旅行を2日間でやりますというふうに方々のソーシャルメディアで拡散させていただいたんですが、まあ本当に初歩的なミスなんですけれども、バスの搭乗予約日を間違えてしまうという大失態をしてしまいまして、いろいろこう予定の組み直しもしてみたんですけれども、結局1日では東北地方を全てを回るということは、これはもう実現不可能だなっていうことを思い知りまして、急遽蔵王をスタート地点に蔵王温泉と、そして山形市内で、まあ、何か行き当たりばったりなんですけれども、楽しんでいただけるような、見て面白いなと思っていただけるような動画シリーズをご用意して、最終的に宮城仙台をゴールにする、それのような旅行動画シリーズにしようと蔵王まで来ました。蔵王はやっぱりスキーも有名ですが、この温泉も有名なので、僕はスキーは全く得意ではないので、では温泉でどうかなというのと、あともう一つは蔵王といえばやっぱり樹氷が有名だと思うんです。なので樹氷が見れるかどうかわからないんですけれども、ロープレールに乗って蔵王の景色を楽しんでみたり、山形の郷土料理も食べてみたり、そんなリラックスできるような内容の動画を皆さんにお届けできたらなと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いください。で、全く東北一周旅行を諦めたわけじゃありません。 JR の駅員さんから聞いた情報なんですけども、春と夏の青春18切符、春の方はもう使い道を決めてしまったので、夏の青春18切符を使って東北地方を一周、しかもちゃんと2日間という予定を組んで改めて挑戦してみたいなと思っていますので、よかったらそちらの方もご期待ください。そしてまた今回も旅の感動体験を一緒に共有させてください。それでは今回の旅を始めていきましょう。いいお湯でした。Google マップで調べたところ、蔵王温泉にははっきりしているものだけでも3つの足湯のスポットがあったんです。1つは緑湯の足湯、大宮の足湯、そして今日オープニングを撮らせていただいた炉端さんの足湯ということで、残念ながら今日蔵王に到着したのが7時20分とかなり早い時間だったものですから、唯一利用できたのが炉端さんの足湯だったというわけです。無料開放されているのでいつ来ても大丈夫です。あと蔵王の温泉ってどうやら硫黄が混じってるようなんですよ。なのでもしかしたら間違ってるかもしれませんが、足湯から上がったら肌がツルツルになったような感じがしたんですよね。もう隣から湯気が立ち上ってると思うんですけれども、見てくださいこれ。たっぷりのお湯が川の水に混じって出てきてます。そしてこんなにも雪が積もっています。さすが蔵王だなって実感湧きました。まずこの山形宮城ツアーの第1弾として、蔵王中央ロープウェイからの景色を皆さんにお見せしたいなと思います。これからロープウェイ乗り場に移動しますので、一緒にこの冬の一番多分最高のロケーションだと思うんですけれども、その最高のロケーションの蔵王の景色を一緒に楽しみましょう。ではまた後ほど。もうすぐ蔵王中央ロープウェイです。僕はとにかくスキーよりも景色を楽しみたいので、はい、早速チケットを購入してみたいと思います。往復券を1500円で行けるところで、樹氷は見れない、樹氷は見れない、樹氷は見れない、購入できました。しかもコーヒーの割引券付きです。嬉しい。今からロープウェイに乗ります。やっぱりスキーヤーの方が多いので、すごい音ですね。
蔵王中央ロープウェイ、トリカブト駅と読むんでしょうか、間違ってたらごめんなさい、そちらまで移動してきました。そしてここに展望台あるんですけども、これから展望台に登ってその景色を楽しみたいなと思います。ここから 1,2 分の距離なんだそうです。行ってみましょうか。それでですね、あんたちょっとねっていう風に言われちゃいまして、というのも僕着物男子じゃないですか、そうすると必然的に草履履くことになりますよね。そんなんで上がったらどうなるかわからないよっていうことで、見えるでしょうか、長靴お借りしちゃいました。というわけで初めてですよ、施設の方から、いやそんな危ないことをしちゃダメだよって止められて心配されてたんですけどね、長靴を貸していただいて、こうやって今雪の上をね上がってるんですけど、やっぱり雪最高だな、雪最高だな、最高だな。滑ることはできなくてもね、そしてね、おーすごい、この景色見てくださいよ、見てください、この景色を、一面がこう大パノラマ。すごいの見つけちゃいましたよ、開運の鐘。そう言われたら鳴らしたくなるじゃないですか、鳴らしちゃいましょう、思いっきり。いますよ、それでは幸せが来ることを願って、ゴーッ。
幸せになれますように。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。蔵王中央ロープウェイからの素晴らしい景色と、ここにある開運の鐘、そしてこの鳥兜山から見える景色、本当に素晴らしくて、この動画では樹氷を見ることはできなかったんですが、山頂行きのロープウェイにもう一度乗れば樹氷がちゃんと見れるということなので、またそちらは次の動画でお見せしますので、この山形弾丸ツアー、ほとんど蔵王が8割方占めるかもしれませんが、最後までお付き合いください。この動画面白かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。